はい、こんばんは、モカタロです。ただいま午後の5時でございます。今回もですね、なんとコナンエグザイル3本連続配信になります。イエーイ。もうびっくりしたよ、びっくりしたよ。アップデートがあって、新しく奴隷の鍋が追加されて、その後ダウンロードコンテンツ、そしてペット機能だからね。もう大変だよこれは。大変だよ。ということで早速やっていきましょう。ヘッドホンガシーン。はい、ということでこちらはガラマン拠点でございます。早速ペット機能を使っていきましょう。まずペットを得るためにやること、その1、動物の赤ちゃんを見つけること。で、赤ちゃんを発見したらキーボードを E で話しかけることができます。まあ、手なずけるっていう感じなのかな。なのでちょっと探してみます。おっと、見つけましたね。はい、こちら鹿の赤ちゃんだね。これキーボード E を押すと、こういう風に所持品を開くと出ます。これをねポチってやると鹿の容態をゲットすることができます。インベントリに入るからね、こういう風に確認するといいよ。でね、ここに消費時間、なぜかあの赤ちゃんなんだけど消費って出ちゃうんだけど、この24時間制限時間があります。この制限時間を超えるとどうなるかっていうと、お腹が空いてこの鹿の容態が消滅してしまいます。まあ死んじゃうってことだね。なのでこの消費時間の間に何をするかというと、この動物の赤ちゃんに餌を与えることができる施設を作らなくてはいけません。それがね、動物の施設なんだ。大工作業台で作ることができるので、ちょっと向かいます。ちなみに動物の赤ちゃん以外でも卵を商人から購入することができます。その卵を孵化させることによってペットを得ることができます。だから動物の赤ちゃんか卵か、あのそれぞれ2通りあるってことだね。はい、ということで大工作業台到着しました。開けましょう。でこちらね、強化した動物の小屋、これがね赤ちゃんに餌を与えるための施設なんだ。 T1、T2、T3 と3段階に分けられています。でね、それぞれ T1 だと、じゃあここにテロップ出しとくね、こちらを飼育することができます。で T2 だとこんな感じ、だいぶ種類が増えたね。で T3 だとこんな感じ。一番最後のイナゴっていうのが個人的に気になってしょうがない。気になってしょう。ということで今回は一番上のランク T3 の動物の小屋を作っていきましょう。で素材がこちら。強化レンガ75、断熱木材22本、そして鋼の補強材37。こちらを早速作っていきましょう。コチッと。コチッて言っちゃった。ポチッて言おうとしたらコチッて言っちゃった。じゃあその間にダウンロードコンテンツで追加された防具作っていこう。はい、じゃあ鎧作業台からせーの、ダン。はい、これはアキロニアだね。1個前のダウンロードコンテンツ。2つ前はこれだね。機体だね。そして、こちら。完璧なピクト人戦士のモカシ、モカシン？何これ、おかしいね。はい、じゃあこんな風に今回はバックの色が紫にモワーンとなっているタイプになります。ピクト人シリーズなのかな。こうやって見ると結構なんだろうね、狼の被り物とか白骨系の被り物とか、なんか若干ハロウィンを連想させる。今10月だもんね。もうそろそろハロウィンで、おっとレベルアップした。で追加された防具は全部で3種類でございます。そのうちの1種類作ってみようかな。こんな感じになりました。なんかすごいね、イノシシ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 に食べられちゃってるね。骨がいっぱいついてる。かっこいいね。毛皮が背中にもついてるね。おお、後ろ姿もかっこいいよ。わー、すごいすごい。お、前すごいね。すごい骨ついてブルーってなってる。おい、いい感じ、いい感じ。かわいい、かわいい。ということでね、こちらの防具は何になるかというと、完璧なピクト人戦士のシリーズになります。だから戦士シリーズだね。その他に、魔術師と隊長の2種類があります。でね、ステータスは耐熱だね。サバイバルボーナスがついてる。で、耐久が360、540、360、540、360。まあ、普通だね。まあ、ゲームバランスが崩れない程度のいい感じの防具になっております。見た目もいい感じだね。こうやって見ると。色変えたくなるね。ということで、ダウンロードコンテンツの中の1つの防具をご紹介したところで、動物の小屋、作れたかどうかちょっと見てみよう。あ、できてるね、できてるね。でこれちょっといただいてと。ガラマン拠点の後ろ側、ここにね空間あるから、ここに建てよう。どれぐらい大きいのかな。せーの、ドン。おっと、おなんだ、めちゃめちゃ大きいじゃん。何これ、こんな幅飛んの、うっそ。うわー、すごいね。めちゃめちゃ広いね。で、ちょっと土台軽く作って置いてみます。ちょっと待っててね。
はい、お待たせいたしました。こちらご覧ください。ドン。とりあえずね、 9×8 の土台作ってみたから、ここに動物の小屋入るかどうかやってみます。これ基礎の上からじゃ無理っぽいね。2階行こう。ここからだったら見やすいね。はい、ドン。これ置けないのかな、やだな、置きたいなこれ。お、置ける置ける。あ、いけるいける、ここならいけるかな。でここ置きます。せーの、ドン。おお、めちゃめちゃでかいね。おお、めちゃめちゃ大きいねこれ。うわー、すごい岩の天井なんだねこれ。かっこいいかっこいい。これ基礎足りたのかな。あー、ちょっとはみ出てる。あ、やだなこれ、これやだな。一回やり直そう。おっと、分解しないといけないのか。あ、そう、あ、そう、階段めり込んじゃったけど、まあ、とりあえずこれで完成です。イエーイ。すごいめり込んじゃったねこれ。ここに入る動物の赤ちゃんびっくりするんじゃない。なんか こうやって入る感じになっちゃうね。まあ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 、よしとしましょう。はい、じゃあね、鹿の幼体早速入れていきましょう。こうやって見るとかなり大きいねなんか、うん、ダッセーな。はい、じゃあ入れていきます。トン。あ、こんな感じになってるんだね。でね、 T1、T2、T3 それぞれ動物の小屋に収容できるペットの数は5つになります。だからね、とりあえず1匹目入れていきましょう。ドン。でね、赤ちゃんをこの中に入れたら餌を与えなければいけません。で、餌を与えるとこうゲージが溜まっていって、それがマックスになって初めて手なずけることができます。ということで、鹿の餌ってなんだろう、鹿の餌ってなんだろう。腐ったお肉食べるかな。ちょっとこれあげてみよう。トン。あ、食べないね、食べないね。鹿の虫あげてみよう。トン。食べないね。鹿って草食だよね。ってことは繊維食べるかな。で、ちょっと繊維あげてみます。トン。お、食べたね食べたね。ここに生産待ちにね、ガゼルが表示されたね。ってことはこの鹿の赤ちゃんがこの繊維を食べるとどうなるかっていうと、ガゼルに成長します。でね、成長する中で赤ちゃんからものすごくレアな個体に成長するパターンがあります。で、そのレアな個体に成長するためにはある一つの条件があるんだけれども、一つ前の動画で私が行ったダンジョン、ミッドナイトグローブに出没するでっかいサイなんだけど、サイなんだけど、サイなんだけど、これね、これを倒すと白いお花がもらえます。夜行花っていう名前なんだけれども、その夜行花とそれぞれペットが食べる餌をこう混ぜて作った夜行花入りの餌が、そのレアな個体に進化させる確率を上げるレア餌なんだよね。でね、夜行花はそのサイ以外にもミッドナイトグローブの中の黒ヒョウからも剥ぎ取れるそうなので、後で取りに行こうかなと思ってるんだけどね。で、そんな中でこれは赤ちゃんなんだけれども、それとは別、卵は商人が売ってくれます。セペルメルあたりで多分取引できるんだろうけど、こうメダル持ってね。で、その商人から卵をもらったら、その卵をゆっくり時間をかけて孵化させるんだって。で、孵化させるとこの動物小屋に入っていくんだけど、卵の中から生まれてくるシリーズの一つ、ロックノーズっていうモンスターがいるんだけど、岩お化けって私が呼んでるやつね。その岩お化けは3種類の進化系に振り分けられるんだって。一つがノーマルのロックノーズ、普通のやつね。で、もう一つが大きいロックノーズ、私がゴーンってやられたやつで、最後の一つが金色または銀色のロックノーズに進化するみたい。このね、金銀いずれかが結構レアなんじゃないかなと思う。まあ大きいパターンもレアなんだとは思うんだけど、まあ通常とレアのその二つに分かれて進化するみたい。だから夜行花を混ぜた餌を食べたペットっていうのは、珍しいペットに進化する確率が上がるってことだね。必ずしも珍しいペットに進化するっていう確証はないんだけど、まあ確率が上がるっていう、そういう話ね。で、その珍しいペットに進化するとどうなるかっていうと、ステータス効果とか特殊攻撃もしくはクリティカルヒットとかが出やすかったりつきやすかったりするらしい。で、ステータス効果っていうのは毒とか不自由とかなんかそういう感じね。で、クリティカルヒットっていうのは名の通り大ダメージっていう感じですね。ということで、こう喋ってる間にもゲージがこう上がってるかなって思って見たんだけど、これ全然上がってないね。かなり時間がかかりそう。ということで、今回はダウンロードコンテンツの一部をご紹介しました。でね、次回ペットにできたら、ペットにね、先化粧みたいなこともできるみたいなんで、ゆっくり時間をかけながらやっていきたいと思います。
でね、ごめんね、コナン3連続になっちゃって申し訳ないです。PC の方も着々と準備が整いつつあるので、楽しみにしていてください。ということで、ご視聴いただきありがとうございました。次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。